2023年5月の6日、13時4分、外の天気、かなり快晴ですね。快晴というか、かなり光量が、まあ、晴れていると。まあ、風が吹いているのは、もともとアメリカのハリケーンをどうにかしたかった部分があるのと、あと日本の海上での、台風になりそうなところの風を先に取っておいて、まあ、日本領土内で、しっかりと、吹かせておくと、まあ、こういうふうな例もあるんですけどね。台風の発生地点を、ね、東の方にずらしてしまうと、まあ、そうすることによってっていうのもあるんですけども、自然再生可能エネルギーで、電力を賄うにあたって、風が吹かなかったら風力発電は全く発電できないので、まあ、これぐらいがちょうどいいかなという部分で、神がかり的な力で物事を、差配しています。で、本日の朝、晴れを宣言して、昨日の前日のニュースでは、今日と、明日と明後日、日本全国各地的に雨が降るような予報を出していましたけども、それだと被災地の、家屋が倒壊された方とか、大変なことになってしまいますから、日本全体で晴れということで、私の方で物事を、今進めている、ところです。で、ニュースライブ正義の味方を見ていて、最後の方にそのインターポールを動かして裁判官を捕まえるという話ですけども、ロシアの裁判官もここ最近捕まったりだとか、そういったことがあるんですけども、昔からそうなんですよ。パク・クネ大統領が手錠をかけられたのも結局インターポールが動いてっていう部分が大きいかと思うんですけども、ちょっと問題があるのが、それ言った時に僕の右手の手のひらの部分、ちょっと待ってくださいね。このちょうど手のひらの中央部分が痛くなってるんですよね。で、ホームページ淡井圭介の履歴の、1番をタップもしくはクリックしてもらったら、その日、どういうふうな内容を、記載してるかっていうところが出てくる、載せてるんですけども、今回の令和5年は第485の、印紙代とコピー代と交通費を記載したりだとか、あと、ここはホームページのその番号ですね、上から順番に番号割り振ってるところは番号割り振ってますし、番号割り振ってないところは番号割り振ってません。300番台のところに、大体裁判関係のことを記載しています。で、今日法律名とかいろいろ打ち込もうとしたりとかもしてたんですよ。で、天気のことも重要な記録なので、掲載、文章だけでもいいから掲載したかったんですけども、テレビの映像がどうしても映ってしまってるんでね、著作権法 の、 部分があって、画像とか動画とか音声とか、テレビ局だとか、テレビ出演されている人たちの権利ですから、それをアップロードするわけにはいきませんから、本人の方たちや会社と、許可が必要になってくるということで、だから文章だけでも、その今日の朝天気についてっていう部分で、この95番天気についてのところで、今日テレビに向かって言ったっていう文章を記載したかったんですけども、これがね、記載できないんですよ。今タップして、で、一番下の方の欄まで一気に持ってきて、で、コンテンツで一応文章のところはあるんですけども、この後、ちょっと待ってくださいね。中央、一応これ中央にしてるのはスマートフォンの人とか今増えてるから、これパソコンで作ってるから、これね、録画始まったら打てるかな。先まで打てなかったんですよ、文字が。やっぱりこうやって証拠を握らんかったらずっと妨害されてたみたいですね。さっきまでこう押しても、まず下のこの点線が出てこないで、文字が打ち込めないっていう状況でしたので、以上です。これはこちらの状況です。